はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ボルダリングジム起業者向けに、常識を疑えという内容でお伝えしてまいります。昨日ね、今日はね、2020年1月9日で、うちの地方はですね、昨日すごい大荒れだったんですよね。もうすごい風強くて、15メートルぐらい風がずっと吹いてましたかね。強風が、1月のね、まだ初めにもかかわらず春の嵐みたいな感じで、なんかすごいね、爆弾低気圧通っちゃって、大変だったんですけど、もう今日ね、一転して、快晴かな、晴れて、穏やかな一日となっております。話それちゃったんですけど、まあそんな中で、今日はですね、常識を疑えという内容で、ボルダリングね、ジム起業者向けに今日はお伝えしてまいりたいと思います。まあね、今の時代、ボルダリングジム起業者がね、どれぐらいいらっしゃるかちょっとわかんないし、正確なデータも持ちません。で、私がね、私はボルダリングジムを、経営しておりまして、4店舗まで、経営しておりまして、2年くらい前に廃業しちゃったんですよね。で私がね、その起業したところとかの、そういうものをお伝えしていきたいなと思うんですけど、その時代ですね、私がね、起業しようと思ったら多分2006年かな、それくらいだったんですよね。2005年か2006年かそれぐらいでした。で、この当時ね、うちのその地域ではですね、120万人の町には、ボルダリングジムが、2軒ぐらいあったかな、あって、でそのなんて言ったかな、もう1個、2番目に大きい県、多分70万人60万人ぐらいいるのかな、そこには1軒のね、個人のジムがあったかな。で、ここに県はね、7つぐらいあるのかな、県が、うちの地域の周辺にね、7つあって、これだけだったんですよね。で、その後ね、わっと増え続けて、多分今は余裕で50とか60くらいはあるんじゃないかな。50ぐらいあるかもしれない。60までないかもしれないな。もう各県1個は普通にあります。はい。多いとこの県だけで多分、30件近くあるかな。だから、60件ぐらいあるかもしれないな。って感じでした。で、そういう現状で私は、ボルダリングジムを起業したいと思ったわけです。その当時私はね、サラリーマンをしてました。サラリーマンをしてまして、月収が20万くらいかな、まだね27、8だったんですよね。で、地方で、手取りで17万かそれぐらいだったんですよね。で、技術職の一応仕事で、パソコンとか触ってたんですけど、なんかそういう仕事をしてました。で、趣味はそのこの頃はバチッと、クライミングをしてまして、そこでね、とてもね、こうサラリーマンしながら、クライミングをするっていうのが結構大変なんです。で、うちの県にはこう、県営の県がね、運営してる、ボルダリングはなかったんですけどね、クライミングウォールっていうのが、あって、それをね、使うしかなかった感じなんですけど、このね、使い勝手がとてもね、県営だからね、どうしても時間的な制約とか、料金むっちゃ安かったんですけど、440円で、使えて、それが人数制限なかったので、これが、2時間あたり440円かな、確かそれぐらいだったかな。で、人数割がないんで、だいたい1人100円出せば、クライミングウォール全体借り切れるみたいな感じでした。
はい、なんか貯金箱があってね、記念のそのクライミングウォールの横に貯金箱があって、そこにね、なんかタッパーみたいなのがあって、そこの中にこうお金入れていくみたいな、そういうシステムで、で、あのそこに、行ったらお金を100円入れるみたいな、そしたらあの代表者の人がそれを取りまとめて、この県のところの受付に持って行って、お金払ってる、なんかすごいリーズナブルでね、良かったんですけど、問題があって、こう21時までしか使えなかったのかな、21時までで使いづらかったんですよ。でどうしてもね、あのサラリーマンしてると、どうしても、ね、こう昔ながらの企業だから残業があるんですよ、無駄に。でその残業するほど儲かってる会社じゃなかったですけどね、こう言っちゃなんですけどね、だからみんな流れで残業するみたいな、そういう社風になってまして、だいたいこの残業が、19時ぐらいまでなんかみんな残ってるみたいな、長い人はもう余裕で21時以降も残ってるみたいなね。で残業があって、で行って、登ってってやろうとすると、もうね、これ21時までに鍵返せっていうところだったんですよ。やっぱ県営の設備だから、うん、あのその電気消すところまでがそのあれですよみたいなところであったんですね。でどうしてもね、こう大体20時半ぐらいまでには片付け出さないと、いけないような感じで、で19時まで残業してると、行った頃にはもう20時前ぐらい、もう19時、40分とか、なんかそんな感じになってて、でちょっとちょこっと登らせてもらったら、はい片付けみたいな、まあ、こんなんやってられねえじゃんと思って、で自分のね、出身の大学の山岳部の部室に、壁を作ったんです。自作で。ね、自作のウォールというのを作りまして、ね、これがね、畳ね、2畳ぐらいの、ほんとね、2畳あるかな ?3 畳かな、まあ、それぐらいのね、壁を作りました。で、こんな感じですね。こっちの面が、110度で10度ぐらいで、こっちがね、100度ないぐらい、95度ぐらいで、上ルーフで、ここに人がこうよじ登る感じなんですけどね、で高さがまあギリ2メーター50ぐらいかな、高さっていう壁を作ったらですよ、この壁使わせてくれて、結構社会人のこうクライミング仲間とかが、言ってくる、来られるようになって、でそこでピカンと来たんですよね。ここにね、お金払ってもいいから、このクライミングウォール、ボロボロなんですよ、でも。だけど、単管とね、これ12ミリのコンパネで作ったんですね。今15とかね、18で作るもんなんですけど、15ミリ厚のコンパネの厚さの12ミリで作ってっていう、本当にね、ボロボロの壁だったんですけど、これを使わせてくれと、オファーがすごい、ね、来て、で、そこでピンと来たんですよね。これで、私がちょっと考え方変だったところが、これ使わせてくれっていうのが、これビジネスになるんじゃないかと。ね。こういうふうに思ったんです。で、調べることにして、その時にね、横浜になんか、大手さんのね、ジムがあって、そことかに、まあ、大学の、知り合いとかを伝って、P というお店ですね。弱者 P というお店に行きました。で、むっちゃね、人入ってましたよね。で、すごくね、なんて言ったらいいかな。儲かってて、ああ、こんなのがあるんだと思って、すごい、衝撃を受けました。で、そこで、まあ、一通り観察をして、で、で、私が考えたのはね、まあ、少なくともね、この当時ね、この120万都市で、やっとね、1軒、2軒、ボルダリングジムがある時代
に、このうちのところの県で大体50万人ぐらいいるのかな。ちょっと今広域合併して増えたと思うんですけど、50万人、ただ55万人とかだったかな、で人口がいて、でここで2軒ぐらいやってんだから、ここに1軒ぐらい行けんじゃねと思ったんですよね。で実際作ってみたんですよね。でむちゃ反対されました。もう周りのねクライミング仲間とかもやめとけ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 、何回聞いたかなすごい聞きましたよ。まあそういうことはね、せっかくサラリーマンして給料あるやんってね、もうやめとけって言われたんですけど、なんかね私が思ったのは、少なくともねこうやって、使わせてくれてて需要はねいくらかはある、絶対あると思ったんです。で東京とかその辺では全然普通にやれてたことなんで、そういうね、商用のボルダリングジムっていうのがありました、だから、この流れはね、絶対地方までいずれは波及すると、そういう読みでした。で、まあ、ビジネスで大切なのは、気づきとね、まあ、こう一つ気づくことなんですよね。ね、ピンとこないとダメですよ。うん、なんかをね、気づくこと。で、あとはね、読みなんですよね。読み。だから、未来に対する読み。ね。未来をどうね、自分でね、予知するかなんですよね。で、私が考えたのは、このところめっちゃ儲かってた。横浜のとこ、視察に行ったらむっちゃ儲かってた。人入ってました。で、結構高いお金なんですよね。4000、5000ぐらい払ったかな、最初の1回目ね。でもね、むっちゃ入ってるんですよ、人が。で、この流れはね、曲がり回って、ここに来るんじゃないかと、50万のうちの、ものすごく地方の、まあでも地方の中でも大きい、都市ではあるんですけど、に来るんじゃないかという仮説を立てたということですね。で、それでやってみました。ただね、仮説立てたし、その、なんていうかな。それまでは、読みもね、意外と正しかったんですけど、やってみるとね、超苦しかったですよ。超苦しかった。うん、ほんとね、やり始めの頃って、お客さん、まだサラリーマンが、これ、やりながらやってたんですよね。いつでもサラリーマン戻れるように、かみさんとの約束で、とりあえずね、最初ね、1年かな。2年かな、この、ね、サラリーマンとね、兼業だったんですよね。ボルダリングジムがなんと。で、ね、兼業しながら、サラリーマンと兼業ボルダリングジムみたいな感じ。夜だけ開けます、みたいな。で、お客さんはね、大体ね、平均して、2からね、4名ぐらい。10人入ったら、すげえ、みたいな感じでした。はい。で、月ね、月収がね、ジム単体で、まあ4からまあ7万とかそんな感じでもね、家賃は、ね、8万なんですよ家賃8万ってもうこれでね、このサラリーマンのこの20万のお金がここにぶっ込まれるという、収入、ジムの収入で収支すると、これで、これ引かないといけないから、うん、マイナス、まあそれにね、いろいろ、その他もろもろプラス2万ぐらい経費はかかるので、だいたい、マイナス6から、マイナス3万とか、そんな感じだったんです。マイナスですよ、マイナス。まあ、超苦しかったですけどね。で、まあでもね、待ってるうちにだんだんお客さんは増えていきました。この読みはまあ正しかったんですけどね。でも、自分でこう、まずね、なんていうかな。こうみんなの常識っていうのを、やっぱ、
ボルダリングジム起業したいとかいう、そういうねビジネス始めたい人は、常識はね、この頃ねこうなんていうかそういう、主要な町以外でボルダリングジムを経営するなんていうことは無理だっていう常識があったんです。だけどそこは違うんじゃないかと私は疑ったというところですね、があって、でこういうね、なんか自分で作った、なんかちっちゃい壁で、お金払ってでもいいから使わせてくれっていう人がいっぱいね、友達とか知り合いとか知り合いの知り合いとかでいたっていうことでピンときてたんですよね。ビジネスになるんじゃないかって、いろいろ調べに行ってみたら結構関東は流行ってる。でそこで自分なりに仮説を立てた、ね、いずれこの流れっていうかですね、ボルダリングジムにお金を払っていくっていう流れは、地方の町にも波及するんじゃないかっていうふうに考えて、そっちにちょっとかけてみたっていう感じだけど、最初はまあボロボロでしたと、はい、そういうお話です。はい、またあんまりこう積極臭くしたくないので、はい、このぐらいで今日はやめていきたいと思います。ありがとうございます。